ボリビア人とは南アメリカのボリビア多民族国に住む人々のことである。16世紀に起こったスペインによる侵略以前は現在ボリビアと呼ばれている地域に数千年もの間アメリカインディアンが住んでいた。スペイン人とアフリカ人が一定数絶え間なく植民地支配下にあったボリビアに上陸し先住民とお互いに広く交流するようになった。 1090万人と推定されているボリビアの人口は多民族であり、アメリカインディアン、メスティーソ、ヨーロッパ人、アジア人、アフリカ人などを含む。主要な言語はスペイン語であるが、グアラニー語、アイマラ語、ケチュア語が一般的であり、この3つとその他の34の先住民言語も公用語とされている。多くのボリビア文化が芸術、料理、文学、 音楽といった分野の多様化に大いに貢献した。ボリビアの民族構成は広く多様な文化を含んでいる。ほとんどの先住民はメスティーソ文化を吸収していて伝統的な遺産を多様化拡大させている。その結果、ボリビアには文化の融合が見られヒスパニックやアメリカインディアンの文化とも融合している。ボリビアにおける民族分布は30%が ケチュア語を話す人々で、25%がアイマラ語を話す人々であると推定されている。およそ36の先住民族のほとんどが、ケチュア人、アイマラ人、チキタノ、そしてグアラニー人などである。よって、アメリカインディアン全体の人口は55%にも、上り、残りの30%がメスティーソで、およそ15%が白人となっている。 アメリカ州の先住民族な人々は、リジェニリオスとも呼ばれ、頻繁にではないが、アンリアンズとも呼ばれる。この民族集団は、スペイン人による征服以前の文化を持つ子孫によって構成されている。彼らは、アイマラ人やケチュア人などのアンデス産系であり、西の方に位置するラパス県、ポトシ県、オルロ県、コチャバンバ県、チュキサカ県などに集中している。また、 東方民族も見られ、グアラニー族とモホスなどにより構成されている。彼らはサンタクルス県、ベニ県、タリハ県、パンド県に住んでいる。先住民たちはボリビアの人口の60%を占める。メスティーソは先住民とヨーロッパ系の人、またはヨーロッパ系の子孫との根欠民族である。彼らは全国に存在し、ボリビアの人口の26%を占める。 彼らのほとんどはメスティーソを自分のアイデンティティであると思っているが、同時に自分自身が一つ以上の先住民文化を持つとも認識している。ボリビアで人種に関するデータを集めた最も新しいとされる公式の調査である1900年の国勢調査によると白人のボリビア人は人口の12.72%に上り、 その数は合計23万1088人となっている。ヨーロッパを起源に持つ人の多くは、クリオウリョやヨーロッパ系、アラブ系の第二世代の子孫であり、主にスペイン、クロアチア、ドイツ、イタリア、レバノン、トルコからやってきている。彼らは大きな都市、ラパス県、サンタクルス県、コチャバンバ県に集中しており、また少数ではあるが、タリハ県のような都市にも住む。 サンタクルス県にはドイツ語話者のメノナイトによる重要な植民地がある。アフリカ系ボリビア人はアフリカの奴隷の子孫であり、スペイン帝国時代にやってきた。彼らはラパス県、特にユンガスで暮らす。先住民族ボリビアの先住民は二つの民族集団に分かれる。アンデス山脈高地とその谷の地域に住む。 アンデス山系と東ボリビアの暖かい地域に住む東方リアの地方の民族文化を持つ集団の二つである。ボリビアではローマカトリック教会が主要な宗教となっている。大多数のボリビア人がカトリックキリスト教信者であるが、そのうち活動的である人はほんの少しである。2> 第二バチカン公会議後。 数十年の間、教会は宗教を社会の中でもっと活発にさせようと試みた。3003人が回答し、誤差がプラスマイナス1.8%とされるアメリカ大陸の変化の兆候を示す2008年の調査は以下のようなことを示した。現在、ボリビアと呼ばれる、この国の文化的な発展は3つの特筆すべき時期、段階に分けられる。先コロンブス期 植民地時代、そして共和国時代の三つである。考古学的に重要な遺跡、金や銀の装飾、石の記念碑、陶芸作品、そして織物などは先コロンブス期のいくつかの文化の名残である。よく知られた遺跡としては、ティワナク、サマイパタ、インカリャフタ、イスカンワヤなどがある。ボリビアには近づくことが困難で、考古学者によってほとんど開拓されていない場所が、 他にもたくさんある。スペイン人は、先住民とメスティーソの建築家と職人の手を借りて、自分たちの宗教芸術を持ち込み、メスティーソによるバロックとして知られる、豊かで独特な様式の建築物、文学、彫刻を発展させた。植民地時代からは、ペレスデオルギン、フローレス、ビッティなどの絵画作品や、熟練の、しかしあまり知られていない石切り工、木彫り師、 金細工職人、銀細工職人などによる作品もある。植民地時代のバロック宗教音楽は最近になって復活し、1994年以来国境を越えて賞賛され、親しまれている。20世紀の才能あるボリビア人アーティストは、クズマンデロジャスやアルトロボーダ、マリアルイーザ・パチェイコ、マスター、ウィリアム・ベガ、アルフレード・ダー・シルバ、 マリーナヌニエスデル・プラードなどたちである。ボリビアのダンスや曲の多くは先住民たちの文化とヨーロッパ系の文化を共に含んでいる。カポラレスは現在ボリビアにおいて最も人気があるダンスであるように見受けられる。カポラレスは数十年の間にその発祥の地であるボリビア高地でだけでなく、ボリビア低地や国外のボリビア人コミュニティにおいても非常な人気となった。 ボリビアコーチには以下に示すような伝統的で未だに人気を博するダンスが多くある。ボリビアのアンデス産系先住民の女性たちの間ではポリエラと呼ばれるスカートを身につけるのが流行りである。もともとは植民地時代に権威者が先住民の女性に身につけるよう強制したスペインの農民が着用するスカートであった。現在では 先住民であることを誇りとする証となっており、ステータスシンボルであると考えられている。もう一つのボリビアのファッションは、山高帽子というもので、英国から伝わった。この帽子の位置は、女性の婚姻状態や願望を示唆することがある。ボリビアの料理は、主にスペイン料理とボリビア原産の素材を組み合わせたものに期限を有し、後のドイツ、イタリア、バスク、クロアチア、 ロシア、ポーランドなどからの移民による影響も受けている。ボリビア料理の伝統的主要産物はトウモロコシ、ジャガイモ、そして豆である。これらの原料はスペイン人によってもたらされた米や小麦、そして牛や豚や鶏の肉など多くの主要産物と組み合わされてきた。ありがとうございます。